ふうに思います。そしての安心見てください、お願いします。ことばかりでは一応見て改めて私たちはお貴様と一緒に、ありがとうございました。皆さん楽しんでいただけましたか。とても感動して、絶対にこのオーディションに
に向かって先輩方と一緒にステージに立ちたい、頑張りたいというふうに心から思ったのを今でもよく覚えています。私は日向坂46で辛いこと、辛い気持ちに押しつぶされそうになっている人の光となれるようなアイドルになりたいです。過去の私が日向坂46に救われたように、今度は私がずっとずっと笑顔を絶やさずに皆さんを照らせるような存在になれるように精一杯頑張っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。日向坂46の4周年記念日、ここにいる皆さんと祝うことができてとっても幸せです。私は4年前にたった一人で日向坂46に加入しました。その時は正直不安な気持ちでいっぱいだったんですけど、でも活動を続けていくうちにいつしか笑顔が増えている自分に気がついて、それは絶対に1期生さん2期生さん先輩方の優しさだったり、思いがけず出会えた最高の3期生のおかげだったり、日向坂のことを愛してくれてる4期生という後輩ができたり、そういう素敵な出会いがたくさんあったからだなっていうふうに思います。そして私にとって一番大きかった出会いはお日様の皆さんと出会えたことです。日向坂46という場所が皆様にとっての安心できる居場所であれるよう、私たちはこれからも頑張っていきたいです。見守っていてください。の皆さんがひらがなけやきを作り上げてくださって、そして加入して日向坂としてデビューして4年が経ちました。新しい仲間がたくさん増えて、その分お別れもあって変化を感じる日々です。それでも私たちは絶対に感謝の気持ちと、そして初心を忘れずに世界中の皆さんをハッピーオーラで包めるような、そんな存在になり続けます。どうかこれからも素敵な景色を私たちと一緒に見てください。お願いします。日向坂46としてデビューしてから4年、私たち1期生はいつの間にか7年もアイドルになって時間が過ぎていました。楽しいことばかりではもちろんないんですけれども、人生ってそういうものですよね。でも私たちは本当に幸せな人生を送れていると思ってて、この日向坂46というグループに自分がなっていなかったら絶対に出会えなかったメンバー、そして出会えなかったお日様にこうやって囲まれて幸せな時間を一緒に作ることができている。本当にこの道に進んでよかったとメンバーみんなが思っています。辛いこともたくさんあると思いますけれども、そんな時に私たちの楽曲パフォーマンス、私たちの笑顔が皆さんの心の拠り所になりますように、そう願って一人でも応援してくださるお日様の方がいるなら、私たちはここで歌って踊り続けます。これからもたくさん楽しい時間を一緒に作っていきましょう。32人の日向坂46、これからもよろしくお願いします。訳なんか言わなくても全て
くださって本当にありがとうございました。皆さんが作ってくださる虹を見て改めて私たちはお日様と一緒じゃないとこの空間を作り上げることはできないんだなとそう実感しました。5年目になる日向坂46、4月19日に、9枚目シングルも発売させていただきます。もっともっと力をつけてたくさんの方のもとに日向坂46のパワーが届きますようにこれからも32人力をして頑張っていきます。お日様の皆さんずっとずっと見守っていてほしいです。よろしくお願いします。今日本当に